はい、最終日の移動車の中でございます。おのおの今ね動画撮ってるんだけど、なんでかっていうとですね、はい、ベルニー公園のすぐ近くを今車で通りまして、でベルニー公園のすぐ入り口にあるねこの、メモリーラインニューイヤーズ2018、はい、アニバーサリーがこれ指してるんだけど、モジュールね、ここがですねポケストップ回したら新しいタスクが来ました。はい、炎タイプのポケモンを5匹捕まえるで銀パイルですね、はい、が入手できるタスクでございます。本日いろんなタスクが出てきていて、あとですねパッチールの新種が追加されました。タスクに関しては多分同じなのかな、カーブボール3連続でだと思うんですけど、こちらで入手できます。あとですねどうやら今日あの色違いのガーディが来てるみたいな、そんな噂が、立っております。こちらがですねタスクのガーディから発見報告があったと。まあつうことは野生でも出るんじゃないかなと思うんですが、つがすげえ湧き方してんなということで、今日もしかしたらパッチールとか他のタスクも触れるかもしれません。てれー、はい、入手しました。入手者にはパッチール。はい、ですねタスクさんなのに、ね、相変わらずすぐね金髄投げちゃいますね、間違えてますね。ですねパッチール、こちら新柄、タスクはですねカーブグレート1回で、こなせるタスクでしたと。はい、さサクッと入手できましたね。1回目、2回目、3回目、オッケー、ありがとうございます。パッチールゲットだぜ、パッチールイエス。はい、以前捕まえてた一番最初に実装されたのがこの、8番かな、こっちですね。この柄は皆さん持ってると思います。で今回来たのがこいつということですね。ただなんか表示番号が表示されない不具合がちょっと僕の方端末出てますね。はい、まあ、とにかく入手できたのでよかったです。イエーイ、こっちか、なんでお前反応せんの、反応せんの、オッケー。はい、こちらはですね諏訪大神社というところで、これから、あの来るとみんなで撮影になります。ちなみに今日はもうね一日雨みたいですね、台風が近づいてるんで、うん、まあ、さっきみたいにパッチールとか、あとできればね色違いガーディとかね目指していきたいなと思ってタスクとか選んや探してたりするんですが、まあ、なかなかね。ちなみに雨が降っておりますので天気がね天候がまあ、曇りとか雨とかって感じになってますね。なんで、まあ、キャモメとか あとは、まあ、ラルトスとかこの辺はちょっと取りやすいですね。すげえ雨増してきたな、おい。すげー、崎陽軒のシューマイ弁当です。ジャパニーズフェイマースシューマイ弁当、美味しい、すごい有名なシューマイ弁当ですよ。フェリーの方に今から乗って猿島の方に向かいます。みんなでね行きます。猿島のポケストップになんとゲンガーがいまして、ゲンガー大好き、アリバーサリーがすげー興奮してます。ゲンガー超大好き、大好き、本当に、yeah. ゲンガーが待ってるね、yes. いいサルジーマ、ゲンガー excited、 excited、yes. よし、取りに行こう、よし。はい、それでは猿島の方に着きました。みんなで降りていこうと思います。というのを全員が撮っている、あ、ホリアも撮ってなかったわ。よし、行きましょう。すげえエンジンの匂いでさ、くせーの、こっちがすげえ、結構遠くまで来たね、こうやって見ると。あの辺だでしょ、だって10分ぐらいだったけど、だいぶ遠くまで来たね。うわー、すげえ、でっかいな、猿島。うわー、わーお、猿島の猿がモンキーになってました、猿島。タスク達成しました。一番下はですねピカチュウとコラタンタスクですね。真ん中の2つ、銀のパイルのみ2つ、獲得です。1つ、2つ、あと下のタスク見ていこうか。ピカチュウコラタン、ゴマゾンなんですね。サクッとゲットしていきましょう。すごー、レンガはまんま残ってんだな。なるほど、これが噂の猿島か、竹林。
へえ、すげえ。なるほどね。すごいですね、やっぱりね。移動がね、ちゃんとやらないと。ちゃんと移動しないと、さっさと動かないと。撮影が巻き巻きらしいので、頑張っていきましょう。ああ、こっち行く。あ、こっち行くんですね。そうです。OK です。なるほど。登っていきましょう。ねえ。うん、よし、行きましょう。ホリー。カモン。よしよしよし。ちっちゃい。はあ。すごい。うん。すごい、その本当に自然の中に割とそのレンガとかも残っていて、それも保存されている、感じなので。で猿島結構ねいろんな方が、来たら動画とか撮ってると思いますので、ちょっと僕の方今日時間がないのであんまり撮れてないんですけども、あと曇ってて今日天気が悪いんですけども、晴れてるとすごく景色がいいみたいなんで、皆様ぜひ、横須賀周辺来た時には寄ってみてください。これはどういう空間なんでしょうかね。何なんだろうここは。何これ。おこれはなんか入って、あー行けないんだね。すげー雲のカメラに雲の糸がやべえ。どういう場所なんだこれは。響くねー。いえいえいえ、抜けられません。本当に何のための穴なんでしょうね、わからない。はい、このトンネルを抜けていきます。 Let's go。 Can I borrow Nick?猿島要塞。この辺は要塞だったみたいですね。すごい。やべえ、野生の張り手山出たぞ。ゲットしていこう。マイクは入ってる。いくぞ。あ、ん？止まった。え？はい、再起動して出てきました。よかった。はい、オッケー。せっかくの AR プラスで。いきますよ。どこだ。ペットでっけ。 AR プラスでっけーなー、すげー。あー違う違う違う、銀が使わない。シルバーパイナポーは使いません。はい、使い、ゆっくりゆっくり張り手山に近づいていくか。はい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 、オッケー。ちげーっていくらなんでも俺。オッケー、よしだ。はい、降りた。1回目、2回目、猿島さん、野生張り手間、ゲットだぜ。オッケー。はーい、今猿島からみんな帰ります。何が良かった。ニックがニック的に今日の猿島はどんなところが素晴らしかったですか。I have a photo。 わー、なるほど。うわー、かわいい。ナイス、グッド、ビューティフル、グッドピクチュー。すげえ写真なあ。うわ、これはいい。何が一番良かった。 I actually went all the way to the back and I found a cave。 洞窟。ああ、洞窟、トンネルみたいなところの話ですよね。洞窟がすごくホリーはお気に入りだったみたいです。はい、すごい。各々違いますね。お互いがお互いいいところを言ってくれますね。僕はやっぱりあの最初のね、猿島に寄ってった時のもうすぐ近くのドンっていうもう外観が一番僕はなんかね感銘を受けましたね。はい、はい、大自然みたいな感じが、なんかそのはい自然みたいな感じが僕は良かったですね。はい、今撮影ある程度一段落して、あとはみんなでご飯食べるだけでーす。あ、もう撮影もうラストスパート、撮影。Yes。 はい、Yes。 Last shooting guys。 頑張りましょう。ラスト、ラスト、ラスト頑張ろう。ラスト、ラスト、イエーイ。ラスト、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 ラスト。はい、撮影が今すべて終了しました。フィニッシュ、フィニッシュということで、今からみんなで打ち上げに行こうと思います。はい、打ち上げの後にまた、総括みたいな感じで、ちょっと撮りますので、はい、一旦今日は、素材を、まとめるだけまとめて、みんなと楽しく飲もうと思います。その模様も撮るかもね。はい。